どうもこんにちは、鈴木ナインの鈴木です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回は初心者でも育てやすい野菜10選、こちらを紹介していきたいと思います。はい、というのはですね、以前私こちらの動画、はい、7月と8月に種まき、そして植え付けができる野菜の紹介をさせていただきました。こちらに一応概要欄のリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。でですね、こちらの動画でコメントでですね、この中で初心者でも育てやすい野菜を紹介してほしいと、そういうコメントをいただきました。コメントいただきありがとうございます。ちなみにね、この紹介したね、種とか苗ね、一応ね、こいつらも育てやすいやつらをね、選んだつもりなんですが、その中でもね、もっと初心者でも育てやすい野菜をね、ちょっとね、今回は10個にね、絞ってそちらを紹介していきたいと思います。で、紹介するにあたりまして、育てやすい野菜とはどういう野菜なのか、どういう共通点があるのかという点ですね、まずこちらを紹介させていただきます。はい、でね、いくつかね、育てやすい野菜の要点はあるんですが、今回も一つだけに絞らせていただきました。それがこちらです。じゃん、栽培期間が短い野菜ですね。今回はこのポイントを一番重要なね、ポイントとして選ばせていただきました。まあね、栽培期間がね、長ければ長いほど病気とか、あと虫とかですね、その被害をね、受けるリスクっていうのがどうしても上がってきてしまいます。なので栽培期間の短い野菜を今回は中心に紹介させていただきます。では行きましょう。はい、では初心者でも育てやすい野菜、まず一つ目、じゃん、カブでございます。カブはもう育てやすい、誰がやってもうまくできると思いますが、その中でもカブでもね、いろんな種類があるんですね。で、その中でおすすめするのがこの大病光という品種です。まあ名前にもある通り、大病、病気に強いというね、そういう品種になります。で、おまけにこれね、いろんなサイズのカブを収穫することができます。カブといってもね、いろんなね、品種があって、小さい小カブから中カブ、大カブまでね、いろんな品種があるんですよ。なんですが、この大病光という品種は、ちっちゃい株から中ぐらい、大きい株、この3種類の大きさまで収穫することができます。で、今回ね、初心者でも育てやすい株ということで、こちらを選んでもらってもいいんですが、他を選ぶんであれば、小株って書いてあるやつですね、小さい株と書いてあるやつ、そちらを選んでください。なぜかと言いますと、小株って書いてあれば栽培期間がそんだけ短くなります。中ぐらい大きいやつと比べたら栽培期間が短くなるので、より育てやすいと思います。ちなみにこれね、一応中大って書いてあるんですが、裏面見るとちゃんとね、小株っていうのも書いてあります。安心してください。なんでね、これをね、いくらか巻いてもらって、小株ある程度収穫してうまくいったっていう方は、もうちょっとね、肥料を増やして中ぐらい大きい株っていうのに挑戦してもいいかなと思います。これおすすめです。はい、でちなみに株の育て方なんですが、株の育て方の動画もこちら出してます。こちら種まきから収穫までの映像を入れて作りましたんで、結構わかりやすいかなと思います。育ててる品種も今紹介した大病光になりますんで、こちら概要欄にリンク貼っておきますんで、ぜひぜひ参考にしていただけたらなと思います。続きまして、こちらじゃん、チンゲン菜です。チンゲン菜はね、育てやすいですよ。とにかくね、暑さにね、比較的強いんですね。なんで今からの時期でもとても育てやすいです。期間も栽培期間もね、比較的短いです。で、今回ちょっとおすすめするのが、ただのチンゲン菜じゃなくて、ミニチンゲン菜ですね。まあ、チンゲン菜よりももうちょっとね、ちっちゃいやつ、一回りぐらいちっちゃいかな、もう手のひらにポンって乗る、これぐらい大きさのミニチンゲン菜っていう、そういう品種があるんですね。一応ミニチンゲン菜の種、概要欄にリンク載せておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。まあミニチンゲン菜、普通のチンゲン菜よりも小さいです。その分栽培期間も短くなります。一般的な大きさのチンゲン菜での栽培期間がだいたい40日から50日ぐらいです。それに対しまして、ミニチンゲン菜はだいたい20日ぐらいから30日、20日はちょっと厳しいかな、まあ30日ぐらいですね。まあ1ヶ月ぐらいで収穫できます。なので栽培期間が短くなる分、育てる難易度もググッと下がりますんで、チンゲン菜育てる場合はまず最初にミニチンゲン菜を育てることをおすすめします。味はちゃんと美味しいんで大丈夫です。はい、続きましてこちら、じゃん、はい、リーフレタスですね。まあレタスね、スーパー行けばね、玉型のねレタスが売ってると思いますが、この玉レタスはね、リーフレタスと比べたらちょっと難しいんですね。それに対してリーフレタスっていうのは、
比較的簡単にできます。そんで栽培期間もね比較的短いです。できる限り苗からやってほしいんですが、苗から植え付けた場合は30日から40日で、種からだと大体2ヶ月ぐらいで収穫までできます。でね、リーフレタスね、一般的なスーパーで売ってるレタスよりは味はね多分ちょっと落ちると思います。はい、普通の玉レタスはね肉厚なんでその分美味しいんですけど、リーフレタスっていうのはちょっとね薄っぺらくなってしまうので、その辺ちょっと差が出てしまいますが、リーフレタスはそれを鑑みてもね育てやすいんで、レタス育てたいって方はこちらのねリーフレタスをぜひぜひやってみてください。はい、続きまして4つ目です。4つ目こちら、じゃん、白菜ですね。で、白菜でもいろんな種類があるんですが、普通の白菜ではなくてミニ白菜ですね。こちらもね大きさがちっちゃくなる分栽培期間がぐっと短くなります。まあ以前のね7月8月の紹介動画で出しましたが、バン、はい、この極意っていう白菜を紹介しました。こちらが種をまいてからだいたい50日で収穫できますと、っていうねすごいね短い期間で収穫できる品種になりますんで、こちらの極意もおすすめします。ちなみにねミニ白菜ね、いろんな種類があります。それも一応概要欄にリンク載せておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。ちなみにねどこが出してるかをちょっと忘れてしまいましたが、タイニッシュというそういう品種があります。そちらは植え付けの株間をですね狭める、そして広げる、ここを調節することによってちっちゃいやつから大きいやつまで収穫できるという、そういうタイニッシュっていう品種もあります。こちらもね概要欄にリンク貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。はい、続きまして5番目です。それがこちら、じゃん、キュウリです。今からキュウリってね思われた方もいるかと思いますが、今ねホームセンター行くと秋キュウリ苗というのが売ってます。で、今からでも十分育ちます。前ねこの、はい、こちらのキュウリの秋キュウリの植え付けの動画出しました。キュウリの育て方知りたい方はこちらリンクね概要欄に載せておきますんで、チェックしてみてください。今ねそのキュウリ育ってます。こちらちょっと映しますね。ちょうど僕の隣にいるんです。はい、これ2株こんな感じでやってます。で、初心者の方はこんな感じで一本仕立てでやってください。動画で紹介してますんで、気になる方はそちらはチェックしてみてください。で、一応ね簡単に説明させていただきます。一本仕立てだと実のなる数が制限します。実の数を制限することによって管理がしやすくなります。そうなると細長い形のキュウリっていうのがたくさんねコンスタントに取れることができます。なので初心者の方はこんな感じで一本仕立てでやってみるといいと思います。もちろんねネットを使ってもいいんですけど、それだとねちょっとね曲がったキュウリとかできやすくなってしまいますので、そちらだけ注意してください。はい、でねキュウリはですね夏野菜の中でもスプリンターと呼ばれているぐらいね成長が早い野菜なんですね。花が咲いてから1週間で実がね大きくなるってそう言われるほど、まあ、早いんですよ。で、植え付けしてからだいたい1ヶ月もすれば、まあ、1本はねキュウリ収穫ができると思います。なんでまあ8月からでもまだ全然キュウリ間に合うと思いますんで、気になる方はキュウリやってみてください。ただちょっとね台風が注意なんで、一本仕立てする場合は風がめちゃくちゃ吹き抜けるとこだと支柱が折れる場合がありますんで、ちょっと丈夫な支柱を使ってもらうなり、あと地培キュウリっていうのもありますんで、地を這わせるキュウリですね。そういうのをやってみるといいかなと思います。はい、続きまして6つ目ですね。それがこちら、じゃん、小松菜です。ちょうど今ここに種ありますけど、まあ、楽天っていう小松菜ですね。まあね正直何でもいいです。まあ一応暑さに強いとかそういう書いてある品種もありますんで、夏巻小松菜とかね、そんなものがね園芸店やホームセンター行けばおそらく置いてあると思いますので、正直何でもいいんですけど、この時期まだ暑いんで気になる方はそういう暑さに強い小松菜を選んでみるのもいいかなと思います。でね、小松菜は葉物野菜の中でも生育がね早い野菜の中の一つです。種をまいてから1ヶ月ほどで収穫までできますと、っていうぐらい早いんですね。もちろんちょっと気温が寒くなると伸びてしまうんですが、ある程度暖かいと、まあ、種まいてから1ヶ月で収穫できてしまいますんで、葉物野菜の中では簡単な野菜かなと思います。続きまして7番目ですね。それがこちら、じゃん、水菜です。鍋に入れたりサラダにしたり美味しいですよね。はい、でね水菜もね種まいてからだいたい30日から40日、まあ1ヶ月ちょっとで収穫できるというそういう野菜になります。水菜ね、まあ、やれば分かるんですけど、とにかく育てやすいんですよ。ちょっとね説明が難しいんですが、最初の初期生育だけ水をねしっかりとやると株自体がでかくなるんですね。そんだけ結構成長力が高い野菜になりますんで、水菜もぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。
はい、で続きまして8番目こちら、はい、春菊、まあ水菜とちょっと似てると思うんですが、春菊も育てやすいんですね。こちらも種をまいてから30日から40日ほどで収穫ができます。でね、僕の中で春菊って結構雑草みたいな感じっていうとちょっとね言い方悪いですけど、まあそれぐらいね生命力が強いというか、比較的簡単に育ってくれる野菜だと思っています。というのもね、今の時期でも比較的暑さに強いそういう野菜になりますんで、春菊もぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、でいよいよ残すところ2つになります。9番目がこちら、じゃん、ラディッシュ、20日大根でございます。これはもう育てやすい野菜の代名詞と言っても過言ではないかと思います。まあ、20日大根って言われてるぐらいですからね、栽培期間がめちゃくちゃ短いと。正直20日でね収穫までいけるかって言ったらちょっと厳しいかなと思うんですが、それでも1ヶ月ぐらいで収穫できる野菜になります。で、まあ普通にサラダにしてね美味しい野菜になります。一応ねここでは2つの品種紹介します。こちら前動画で紹介したかもしれませんけど、こちらねまず普通の赤い20日大根、バードランドと言います。なんでこれ紹介したかっていうと、収品率がいいんですね。ここに書いてありますけど、色鮮やかで抜群の収品率って書いてあります。収品率って何っていう話なんですが、簡単に言うと綺麗な形の20日大根がとにかくいっぱいできるよと、そういうことです。やっぱ20日大根ね、綺麗な形のやつ収穫したいですよね。でね、100円ショップでも20日大根売ってるんですが、もしね園芸店やホームセンターでね種買う場合は、こういうバードランドっていうのを買ってみるといいと思います。他にもね収品率がいいっていう言われてるやつ、概要欄にリンク載せておきますんで、そちらからね気になる方はチェックしてみてください。で、あとですね、こちら、じゃん、赤ではなくてね、これ紫なんですよ。これやりましたけどね、めちゃくちゃ綺麗です。まあ赤もね綺麗なんですけど、紫もなんかね綺麗なんですね。普通の20日大根じゃなくて、変わった20日大根を育てたいという方は、この紫の20日大根、これスミレちゃんっていうんですけど、こういうね20日大根もありますんで、気になる方はこちら概要欄に貼っておきますんで、これもねチェックしてみてください。いよいよ最後ですね、最後10番目がこちら、じゃん、じゃがいもです。最後じゃがいもです。じゃがいもね結構、まあ、比較的簡単に栽培することができます。培養土の袋にねバンと突っ込んどきて、もうある程度ねじゃがいもができます。はい、じゃがいもは特にね説明しだしたらキリがないんですが、一応育てやすい品種を概要欄にリンク載せておきますんで、初心者の方でじゃがいも育てたいって方はそちらの方を参考にしてみてください。育て方が分かんないっていう方はこちら、じゃん、以前ジャガイモの育て方の動画出してます。こちらでねジャガイモの育て方をね詳しく説明しています。なのでジャガイモねまだ育てたことがないっていう方は、こちらの動画概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。はい、でね初心者でも育てやすい野菜10選紹介させていただきました。で最後にちょっとね注意点だけ説明させていただきます。はい、注意点3つあります。1つ目がちょっと時期をずらしてほしいってことですね。っていうのもね今撮影してるのが8月です。8月ね今めちゃくちゃ暑いです。うん、もうね水やりを朝夕やっても間に合わないっていうぐらい暑いです。ということは難易度が高いんですね。8月はちょっと難易度が高いです。涼しいところであればいいんですけど、ここ今東海地方なんですけど、中間地とかその辺だとねまだ暑いので、ちょっと時期をずらす9月ぐらいからやった方が、涼しくなれば涼しくなるほど難易度は下がってきますので、ちょっと時期をねずらしてみるっていうのも一つありだと思います。で2つ目が水やりをしっかりやってくださいということですね。プランターでやる場合はもう毎日やってください。で今も言いましたけど、暑いんですぐね乾いてしまいます。なので畑であれば朝と夕方ねしっかり2回ねやった方がいいです。でプランターの場合はプランターの土はね排水性がいいんで乾きやすいということなので、毎日やってください。でもし乾いてるようであれば朝だけではなく夕方もやってみるといいかもしれません。はい、で3つ目です。この3つ目が結構大事です。虫除けをしっかりやりましょうと、そういうことですね。まだね暑くて虫がたくさんいます。で今回紹介した野菜、油中の野菜がね結構多いです。そういう野菜っていうのはね虫さんが大好きなんです。で何も対策をしないと絶対に虫に食べられます。プランターでね2階とかで育ててる場合でも虫さんやってくることがあるんで、何かしらの対策が必要です。農薬のね殺虫スプレーを使ったり、あと防虫ネットですねを使ってみるのもありだと思います。
プランター栽培する場合はですね、100円ショップに防虫ネット、そしてそれを貼るためのアーチ型の支柱っていうものが売ってますので、そちらをね使って虫を防いでください。であとホームセンター園芸店に行きますとスプレーが売ってます。スプレータイプの農薬で、一般的な農薬は薄めて使うものですけど、家庭菜園向けに農薬を薄めてもシュッシュッと、やるだけで使える、そういうスプレータイプの殺虫スプレーが出てます。こちらね育てる野菜に適用するスプレーがねありますんで、そちらを使ってください。いくつかねグレーのリンク貼っておきますんで、気になる方はそちらちょっとチェックしてみてください。はい、というねちょっと3つの注意点を最後に説明させていただきました。で最後にねちょっともう1個だけ追加で念押しさせていただきます。野菜栽培初めてやる方で無農薬栽培やりたいっていう方いると思います。気持ちは分かりますが、無農薬栽培をやると難易度が一気にマックスに上がります。っていうぐらい無農薬栽培は難しい、だからこそ価値が出てきます。なので無農薬栽培は難しいので、スプレーを最初は使った方がいいです。防虫ネットもしてさらにスプレーもするっていうことをした方が難易度はどんどん下がっていきます。もう一回繰り返し言いますが、無農薬栽培っていうのは難易度が一気にマックスに上がってしまいますんで、最初はスプレーを使ってみるといいと思います。スプレーを使わなくても防虫ネットをせめてやってくださいというお知らせでした。はい、以上ですね、初心者でも育てやすい野菜10選、まあ、これからの秋野菜ですね、紹介させていただきました。以前ね7月8月に種まき植え付けできる野菜の中以外の野菜もちょっと追加で言わせていただきましたが、この10選はかなり育てやすい野菜になりますんで、まだ家庭菜園初めて初心者ですという方はぜひぜひ今回紹介した10個の野菜ですねやってみてください。という感じで今回は以上になります。今回ねコメントいただいたんで動画にさせていただきました。こんな感じでコメントいただきましたら動画で紹介させていただきますんで、なんか気になること、ちょっとうまく育て方がわからない、育ててるけどうまくいかないっていう、そういう野菜がある場合、あとおすすめ品種が紹介してほしいという場合はコメント欄で質問してもらえれば、まあ、全部が全部動画にはできませんが、ちょっと目についたものは動画にさせていただきますんで、今後ともぜひぜひコメントいただけたらなと思います。そんな感じで今回は終わりたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。